東リインテリア歴史館は、日本の兵庫県伊丹市にある企業博物館。建物は1920年春工で、2020年より、旧東洋リノリウム本館事務所旨の名称で、日本国東六有形文化財とされている。住宅建材メーカーの通りが、兵庫県川辺郡伊丹町で1919 19年に、創業し、翌1920年に、 本館事務所として竣工した木造2階建て、延べ床面積約200平方メートルの建物を転用し、2019年4月1日に企業博物館として新装開館した。旧本館事務所は大正から昭和前期にかけて近畿地方を中心に数多くの企業建築を手掛けた渡辺節の設計により、伊丹市内では 数少ない阪神間モダニズム期から現存する建築である。内装には手が加えられているが外観は竣工当時の原型を止めており、同一敷地内に新本社棟が竣工してからは倉庫や資料室として使われてきた。1995年の阪神・淡路大震災を契機に教育委員会が伊丹市内の歴史的建造物の被災状況を調査する過程において、 当事務所旨が春工当時の原型を止めながら長期にわたり使用され続けている点が評価され国登録文化財にふさわしいとする提言が行われたこの提言を受けて2007年に市の景観重要建造物に指定され文化財保護法のガイドラインに沿った耐震補強改修工事を経て2019年4月1日に東利創業以来の製品を展示する企業 博物館、東リインテリア歴史館として、新総開館する。2020年3月、文化審議会文化財文化会は、伊丹市から出されていた推薦を認める、洋文部科学大臣に答申し、同年8月の官報告示により、登録有形文化財となった。阪急伊丹線新伊丹駅より東へ、徒歩10分。JR を利用する場合は、福知山線伊丹駅から南、 もしくは、稲寺駅から北へそれぞれ徒歩15分。ABC、インテリア歴史館痛みに解説内装材大手の通り、兵庫お出かけへプラス。 https://www.kob-np.co.jp e スラッシュニューススラッシュ o d e k a t e p l u s スラッシュニューススラッシュ dtel.html ニュースお出かけプラスニュースピックアップ201904 122137652021年7月23日、閲覧。天がさ地域、産業活性化機構、ピアニッシモ40から41ハット AB、東リインテリア歴史館登録有形文化財、登録記念式典が開催されました。伊丹市教育委員会、2021年7月23日閲覧。ありがとうございます。